ダークエイジーズ。紀元前1200年から紀元前800年までのギリシアはそのように呼ばれます。紀元前1200年というと、大カタストロフの後か。大カタストロフが何によってもたらされたのか、確定的なことはわかっていません。しかし紀元前1200年頃を境に、オリエントの国々やギリシアで支配的だったミケーネ帝国は突如姿を消してしまいました。エジプトには、海の民、と呼ばれる民族群の襲撃の記録があるため、紀元前1200年のカタストロフは海の民によってもたらされたとするのが通説です。詳しくは、海の民、を見るのじゃ。いずれにせよ、ギリシアで強大な力を持っていたミケーネ文明は滅びました。文明ごと滅びたのかの？通常、ある国が滅びても、別の国がその文明を継承していきます。神が滅びた後に、皇帝、などの文化を漢が引き継いだのは顕著な例ですね。漢は神の基礎の上に成り立ったのじゃったな。しかしミケーネ文明を受け継いだ国は今のところ確認できていません。ミケーネ文明は、影も形もなくなってしまったのです。そんなことあり得るのかの？代表的な例が、1000文字 B の消滅です。ミケーネ文明の滅亡を境に、1000文字 B は使われなくなりました。じゃが1000文字 B はギリシア語なのじゃろう？このあたりは非常にややこしい話になっていますので、また後で触れましょう。一体誰がミケーネ文明を滅ぼしたのか、その答えには、二つの大きな潮流があります。一つは先ほども述べたように、海の民、によってミケーネ文明は跡形もなく滅ぼされたとする説。もう一つはドーリア人の南下によってミケーネ文明は滅びたとする説ですね。ドーリア人とはスパルタを形成した民族じゃな。この説を主張しているのは、ヘロドトスやツキディデスといった古代ギリシアの歴史家たちです。古代のギリシア人がそういうのならそうなのではないのかの？現在ではドーリア人侵入説は否定されがちですね。ギリシアの歴史家たちが言っているのにか？ヘロドトスは紀元前5世紀頃の人物で、暗黒時代から数百年後の人ですからね。現代人が本能寺の変について全てわかっていないのと同様か。大カタストロフから考えると約700年前なので、鎌倉時代ぐらいかもしれませんね。それでは正確な叙述は難しいの。いずれにせよミケーネ文明は復興されませんでした。じゃがミケーネ文明は古代ギリシアの祖なのじゃろう？暗黒時代、とは呼ばれていますが、この時代には後の世界史に大きな影響を与えるような大変革がありました。その一つが、ギリシア文字の作成、です。アルファベットの元となったんじゃったな。このあたりの話はややこしいので少し整理しましょう。ミケーネ文明から暗黒時代、そしてギリシア黄金時代と呼ばれる時代を通して、ギリシア語、が話されていたと考えられています。じゃがミケーネ文明は滅びて1000文字 B は使われなくなったのじゃろ。1000文字 B はもともとはギリシア語を表すものではなく、クレタ文明の文字である1000文字 A を真似て作られたとされています。詳しくは、クレタ文明を見るのじゃ。書き言葉を持たなかった日本人が漢字で日本語を表そうとしたのに似ておるの。日本人は驚くべき適応能力で漢字を習得していきましたが、ギリシア人はそうではなかったようです。1000文字 B はおそらくごく限られた人間のみが扱える文字だったと思われ、その使用者は絶滅してしまった可能性が高いです。それで1000文字 B は使われなくなったというわけか。もう一つ、1000文字 B はギリシア文字にとって代わられたという考え方もあります。もともとあった1000文字 B は扱いにくかったため、ギリシア人はフェニキア人の文字であるフェニキア文字を改良してギリシア文字を作った。そうなのかの？そういう説もあるということです。1000文字 A は未だ解読されていない文字で、それを元にした1000文字 B は、ギリシア人にとって扱いづらい文字だったようですね。1000文字 B はミケーネ時代の遺跡からは発見されますが、その後使われていないため、ギリシア文字は1000文字 B の代わりというよりは、一度文字が失われた後、新たに作られたとする方が自然な気はしますね。ギリシア文字はいつ頃作られたのじゃ？紀元前8世紀頃だと言われています。暗黒時代が終わる頃じゃのう。むしろ逆で、ギリシア文字が開発されたからこそ、暗黒時代、と呼ばれる時代が終わったのです。暗黒時代、とは、1000文字 B が失われてから、
ギリシア文字が開発されるまでの、文字による記録のない時代、だと言えるのです。文字がないから何が起こったのか全くわからんのじゃな。そこで手がかりとなるのが神話都市ですね。ほう。我々が歴史と呼んでいるものには、文字による歴史の他に口頭による歴史が存在していると言えます。例えば日本の歴史においては、魏志倭人伝などのように、中華側の文字による歴史と、建国神話のように口頭で伝わった歴史が存在していると言えます。後者は歴史と認められておるのかえ？結局のところ文字による歴史でなければ歴史とは認められないと言えますね。しかし神話の中にも歴史は潜んでいるのです。暗黒時代を知る手がかりは脈々と受け継がれてきたギリシア神話都市にあると言えます。受け継がれてきたとな？ギリシア神話に作者はいないんです。ヘシオドスのように、ギリシア神話を体系的にまとめた人間はいましたが、ここの話を作り上げた人たちは不明。おそらくは暗黒時代に形成された話が、脈々と口頭で受け継がれていったのではないかと考えられています。詳しくは、オリンポス十二神を見るのぜ。ホメロス論争、と呼ばれるものがあります。ホメロスは果たして実在したのか、ホメロスは本当にイリアスとオデュッセイアを一人で作り上げたのか？どういうことぜ？古代ギリシアのみならず、世界史上最高の文学と呼ばれるイリアスとオデュッセイアは2万8000行からなる強大な叙事詩です。とてつもない長さじゃのう。果たしてこれだけの長さの叙事詩を一人の人間が作り上げることができたのか？そもそもその作者とされるホメロスは実在の人物なのか？話がわかるようでわからんのう。この問題は結局現在でも解決されていませんし、もうずっと解決しないかもしれません。ホメロスは紀元前8世紀頃の人間と言われています。ちょうど暗黒時代が終わった頃か。イリアスとオデュッセイアは成文化され、現在にも伝わっています。しかしいつ誰が成文化したのかはわかっていません。ホメロスではないのかの？もちろんそれが最も有力な説です。ただ、残念ながらそのオリジナルはすでに存在していないため、それを証明する手段はないのです。それなのに現代にも伝わっておるのじゃな。驚くべきことですが、イリアスもオデュッセイアも吟遊詩人が暗唱して伝えていったと言われています。2万8000行の詩をか。その過程で成文化がなされたという説もありますね。なるほどのう、話が見えてきたのう。さて、ここでもう一つの重要要素について触れていきましょう。ギリシアを語る上で外せない都市国家ポリスは、暗黒時代期に形成されたと考えられています。ポリスというのは国なのかの？それとも都市なのかの？独立した都市ですし、独立した国なのです。よくわからんのう。日本には都市国家はできませんでしたからね。都市国家そのものはギリシアのオリジナルではなく、例えば古代メソポタミアのシュメール人なども都市を国家としていました。詳しくはシュメール文明の滅亡を見るのぜ。初期ポリスがどのように形成されていったかはわかっていません。推定ではミケーネ文明滅亡後、人々は小さな集団を形成していきました。その中で指導者が生まれ、指導者を中心に都市が建設されていったのではないかと考えられています。王がおったということか。アテネ民主制のイメージが強いと思いますが、スパルタなどは特殊な王政ですし、アテネも最初は王政だったと言われています。あちこちに王がおったのじゃのう。いわゆる小国乱立状態ですね。ただ、ギリシア型の地域と違ったのは、ついぞそれらの小国が統一されることはなかったという点です。そうなのかの？アテネやスパルタは、後のローマ時代になってもポリスとして存続を許されたほどですからね。なお最盛期には数百から千あると言われたポリスは、非常に仲が悪く、年中戦争ばかりしていました。ギリシア人は戦争ばっかりしておるイメージじゃわい？そこで始まったのがオリンピア競技会です。オリンピア競技会、いわゆるオリンピックがいつから開かれていたのか、正確なことはわかっていません。伝承ではトロヤ戦争の英雄アキレウスが始めたとも言われています。暗黒時代が始まる前のことではないか。オリンピックは平和の祭典。普段戦争ばかりしているギリシア人も、4年に一度のこの時だけは、
どんなことがあっても戦争をやめました。あのギリシア人たちがノー。オリンピックにはギリシア人としてのアイデンティティを確立させる効果もあったと言えます。何やら難しそうなことを言うノー。このチャンネル全体で何回か触れているように、民族とは言語、宗教、出生地などで分類される存在だと言えます。ギリシア人各ポリスは各々独立した国家を形成していましたが、どうやら言語は共通していたようです。その上でオリンピックの祭典に代表されるように、共通の神々を祀っていました。言語と宗教が共通しておったわけじゃな。そのようなギリシア人の中でも、特に次の3つの民族が有力でした。ドーリア人、イオニア人、アイオリス人。それぞれスパルタ、アテネ、テーベを建国した民族じゃな。ギリシア語には様々な方言があったようで、イオニア人はイオニア方言、アイオリス人はアイオリス方言といったように、それぞれ多少の違いはありましたが、コミュニケーションは取れていたようですね。それぞれの出自は分かってはいません。ギリシア神話によれば、それぞれの民族は英雄ヘレインの血を引いていると言います。ここで神話が出てくるわけじゃな。別の動画でも触れた通り、英雄ヘレインは北アン神族であるプロメテウスの血を引いています。ゼウスに逆らって人類に火をもたらしたファイアブリンガーじゃな。ギリシア神話は大きく3つに分かれ、最初に天地創造と神々の争いがあり、やがて人類の物語に続いていきます。そして活躍する人類は、プロメテウスの孫にあたるヘレインの子孫であることが多いのです。詳しくは、縛られたプロメテウス、を見るのぜ。アイオリス人の祖であるアイオロスと、ドーリア人の祖であるドーロスは、共にヘレインの子供であり、イオニア人の祖であるイオーンはヘレインの孫とされています。みなヘレインの血を引いておるわけじゃな。古代ギリシア人は自分たちをヘレインの子孫を意味するヘレネス、と称しました。一方でそれ以外をバルバロイ、と呼びました。内側と外側を区別しておったわけじゃな。ちなみにこの意識は現在でも続いており、我々がギリシア共和国、と呼んでいる国の正式名称はヘレニックリパブリックです。ヘレインの子孫であるという意識は現在でもあるわけじゃな。同じ言葉、同じ宗教観、そしてヘレインの子孫であるという意識。これらはおそらく暗黒時代に形成され、そしてこのことが後に大国ペルシア帝国相手に歴史的な勝利をもたらしたと言えるでしょう。ペルシア戦争じゃな。暗黒時代は模索と変動の時代だったという人がいます。強大なミケーネ文明が滅び、文明を失ったギリシア人たちが、再び文明を再興させる過程で、以前よりも格段に進化していった時代。暗黒時代とは、あくまで考古学的に資料が乏しい植え付けられたに過ぎないということじゃな。では実際暗黒時代と呼ばれる約400年間にはどのようなことが起こっていたのでしょうか。先ほどから触れているように、考古学的資料が乏しく、また文字による記録もないため、すべては推測になります。ミケーネ文明と後のギリシア人は、文字こそ違えど同じ古代ギリシア語を使用していたことから、民族的には同一性が認められると言えます。千文字 B は古代ギリシア語だったわけじゃからの。飢饉、災害、海の民、ドーリア人の侵入。ミケーネ文明の滅亡原因は不明ですが、ミケーネ文明の遺跡が打ち捨てられたことやミケーネ式の工芸品の湿度が極端に減ったことから、ギリシア人の人口は極端に減ったものと推測されています。急激な人口減少があったわけじゃな。紀元前1200年のカタストロフは、外国では青銅器時代の崩壊、と呼ばれることも多い現象です。その言葉の通り、ギリシアにおいても青銅器文明は終焉を迎え、鉄器文明へと移行していくことになります。なお皮肉とも言うべきか、大カタストロフを生き延びた古代エジプト文明は、青銅器文明がそのまま続き、鉄器文明への移行ができませんでした。詳しくは、アッシリア帝国の滅亡、を見るのぜ。暗黒時代と呼ばれる期間において、古代ギリシアでは鉄器文明への移行が始まっていました。暗黒時代と呼ばれながら、文明は進歩していたわけじゃな。鉄器がどのような形で古代ギリシアにもたらされたのかは分かっていません。すでに紀元前13世紀にはギリシアには鉄器があったようですが、実用化されたのはもう少し後のようです。
製鉄技術の発展があったのじゃな。世界史においては、大カタストロフにより、ヒッタイト帝国が独占していた製鉄技術が、各地域に伝播したとするのが通説ですね。詳しくは、ヒッタイトの滅亡、を見るのぜ。ギリシア神話には、火や火事についての話もいくつか存在しています。英雄ヘレインの祖父とされるプロメテウスは、人類に火をもたらしたことで最高神ゼウスの怒りを買いました。火を得た人類は次第に争いを始めていくようになります。火で戦争が増えるのかの？神話はメタファーであるとよく言われますが、強い火力を得たことで、製鉄技術が飛躍的に上がった可能性がありますね。軍事テクノロジーの発展は、より多くの戦争を生み出します。20世紀は特にそれが顕著だったの。プロメテウスは、古代ギリシアに高度な製鉄技術をもたらしたものだったかもしれません。一方ゼウスとヘラの長男ヘファイストス、英語名バルカンは、一火事を司る神です。ヘファイストスはその卓越した火事技術で様々な装備品を作り出し、神々や英雄をサポートしていきます。オリンポス12神の生き柱じゃな。少し不思議な話をしましょう。ヘファイストスの子供ペリペテスは、ミノタウロス退治で有名な、英雄テセウスによって殺されています。ゼウスと制裁の間の孫が人間によって殺されたのじゃな。退治された、と言っても良いかもしれません。ゼウスと敵対したティターン親族の血を引くヘレインの末裔がギリシア人であることは、暗黒時代を解き明かす鍵になるかもしれません。どういうことぜ？ミケーネ文明滅亡後、様々な民族がギリシアに流入してきた可能性があります。例えばオリンポス十二神の一柱であるアルテミスは、もともとは小アジアの神だったと言われています。また、オリンポス十二神には含まれませんが、酒の神であるデオニソスは、もともとはトラキア地方の神だったと言われています。デオニソスはゼウスの子じゃったな。ギリシア神話は、おそらくミケーネ文明滅亡後のギリシア世界において、様々な民族の流入を受けながら暗黒時代に形成されていったのでしょう。じゃが流入した民族はギリシア語を話すようになったのじゃな。もともとギリシア語を話す人々が流入したのか、それとももともとは別の言葉を話す人々がギリシア語を話すようになったのか。後者のような例は世界の歴史の至るところで見られます。中華領域に侵攻した五個が、次第に感化していったのは良い例じゃな。なおヘファイストスの子を殺した英雄テセウスは、後にアテネの王となっています。テセウスは実在の人物だったのか、そうだとしていつ頃の人物だったのか、それはわかっていませんが、アテネは紀元前9世紀まで王政の国だったと言われています。ギリシア神話も一部は史実である可能性があるのじゃな。世界中の神話において、王家の人間などが神の血を引くという形は非常に多いです。例えばローマ建国の祖であるロムルスは、マルス、ギリシア神話ではアレスの子供であるとされています。詳しくは、ローマ王国の歴史、を見るのぜ。ロムルスが実在したかはわかりませんが、ローマの歴史はロムルスから始まります。先ほども触れたホメロスの最高傑作、イリアス、と、オデュッセイア、も、ある意味では神話であると言えます。しかし一方でトロヤ戦争は実際に起こっていた可能性もあり、史実性が全くないとも言えないのです。詳しくは、トロヤ戦争、を見るのぜ。先ほども触れたように、ホメロスの叙事詩の中には王や貴族、平民に奴隷などが出てきており、暗黒時代の社会を知る重要な手がかりでもあるのです。また、具体的な時期は不明ですが、ギリシア人による植民もこの頃から始まっていた可能性があります。古代ギリシアといえば、植民のイメージがあるの。ギリシアの植民は、後の大英帝国のように領域を広げて本国が支配する形ではなく、植民都市も本国同様独立した都市国家でした。都市国家が増えていったのじゃな。現在のナポリやマルセイユなどはもっと後の時代に建設されましたが、小アジアの東方エオニア地方へはかなり古くから植民がなされていたようです。後にペルシア戦争の原因となった都市国家群じゃな。イオニア地方についてはまた別の動画で詳しく触れるとしましょう。古代ギリシア、の範囲は、現在のギリシアの領土よりもより広範な地域を指していると言えます。ギリシア本土はもちろん小アジアの東方やロードス島など、
エーゲ海沿岸部分が基本的な古代ギリシア地域だったと言えますね。現在の領土問題もそのあたりに起因するわけじゃな。植民活動が行われた背景には、都市の人口増加があったと言われています。都市国家はその構造上住むことのできる住民の数が決まっていると言えます。都市の範囲は広げにくいからの。ミケーネ文明滅亡後、激減した人口は暗黒時代に増大していきました。全然暗黒時代じゃないの。増大する人口問題に対処するために、ギリシア人は新たな都市国家を海外に建設していくことになります。それが植民都市だったわけじゃな。すべては推測の話になりますけどね。フェニキア文字の影響を受けて作られたギリシア文字ができたことにより、ギリシアでは優れた文化が多数記録されることになります。プラトンやアリストテレスの著作など、数え上げたらキリがないほどあるの。暗黒時代を終えた古代ギリシアでは、新たにアルカイック期と呼ばれる時代が幕を開けます。これは暗黒時代からペルシア戦争終結までを指す言葉で、この時期にアテネの民主制や様々な哲学や自然科学など、人類史に大きな影響を与えた文化の数々が生み出されることになります。ギリシア黄金時代が始まるわけじゃな。そしてその黄金時代の基礎は、暗黒時代と呼ばれる時代に築かれていたと言えますね。といったところで今回の動画は終了となります。チャンネル登録していただいて、次の動画もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。